はい、どうも、ラズティアです。はい。<coughs> はい、えっ、ー、と、おはようご、おはようございますよね <laughs> こんばんはと。はい。えっ、ー、とね、もうね、もう今日特に喋ることも何もないんだけど、もうとりあえずね、このレストランのね、これね、あの、確かね、エレベーターの横っちょかなんかに貼ってあるレ、エレベーターじゃねえや、エスカレーターの、あのレ、レストランのね、チーカーレストランの横のガラスかなんかだったか、もしくはなんかあの、 7階に上がるところのなんかエスカレーターの上のなんかに見えるところにこれ貼ってあるっぽいんだけど貼ってあったんだけど俺も俺も何度も見たから微妙に覚えてでもねこれ微妙に違うパターンのやつもあってこのうさぎたちじゃなくて栗まんじゅうとかモモンガとかあの辺のキャラが出てるやつもあるから何とも言えないんだけど。 これねめちゃくちゃ好きなんやね、まああの。レストランが俺も外からしかあの何度も言ってるけど外からしか見たことないからその知ったようなことは言えないんだけどただ外から見てるんでしかもそのなんだろうあそこってさ、まあ、今もそうなんだけど基本的にその予約しないと入れないじゃん。もう予約が全くなかったらそういう入ることはできるんだろうけど基本的にあの常に予約いっぱいだし。 あの今はそこまでじゃないのかもしれんけどあのこれ俺が見に行った当時なんかはえっ、ー、と何だろう一週、えーとね、1ヶ月後ぐらいまでは埋まってるんよねもうとりあえずもうその俺が行ったのは多分ね1月、まあ、違う12月の終わりぐらいなんだけどその時点で確かに2月ぐらいまでは埋まってたよ、ね。2月って多分1月の後半終わりぐらいまでは埋まってて。 でまあ、2月ぐらいからは、まあ、また予約できますよみたいな状態だったよねだからそういう状態だったので今も多分そう言うてもね半月ぐらいは怪しいんじゃないかなって思うよねだから当然だけど当日フラッと行って入ることなんかできないよこれなんかねあの X の あのなんかチーカーファンの人もなんか言ってたけどなんかふらっと入れるようになればいいなみたいなこと言ってたんだけど本当にそれないよねまあ,あのラーメン屋もそうなんだけどラーメンえーと豚かなあっちもそうなんだけどあのまあ正直ね常設店でまあ両方もそうなんだけどあのこれね何 <laughs> だろうなやっぱ希少価値が大事なのかなと思っ希少価値を大事にしたいのかなと思ったりするんだけど正直増やした方がいいよね。 <laughs> 少なくとも5大都市というか例えば <laughs> えーと東京大阪とかねあのまあ名,古屋名古屋はねラーメンあるけどまあ,あとねあの福岡とかさああいうなんかまあ広島とかもいいよねああいうところのさまあいわゆる大都市その地方で一番でかい都市みたいなところまああの横浜とかもいいじゃんそういうところとかさまあ北海道とかね札幌とか。 まあそういうさなそういわゆる大都市みたいなところにあるさ、まあ、パルコ、パルコじゃなくてもいいよ。そのでかいところにさ、まあ、実際さ、梅田のちいかわランドとか別にパルコじゃないしね、あの震災橋の方はね、あれだけど、だからそういうところにさ、だいたいそのちいかわレストランをどん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 ,どんあの常設で置いてればいいんだけどさ、まあそれ確かにさ、パルコもパルコでさ、そのちいかわだけを構ってられないじゃん。他の あのこのねこのちいかわレストランとコラボコラボっていうかちいかわレストラン運営してるさあのレストランのなんかなんとかっていうところもさあの別のねそのキャラクター商品みたいなのやってるからそのまあなんかジャ,ジャンプのねあれとかやってたりとかまあおパンチとかもそうだろうしいろいろなグッズをやってるのでグッズっていうかいろんなところとコラボしてなんかレストランまあポケモンとかもそうだよねだから正直 そのななんだろう必ずしもさそのいっぱい作れるって作ればいいっていうもんでもないんだろうけどたださこれでその予約が取れないっていうのが希少価値みたいな感じあるけどさグッズとかはそれでいいんだよ正直ねその、まあ、いわゆるさハ,ハイブランドの商法じゃないけどさああいうのってその需要よりもその供給が少ないからそれがその価値になってるわけじゃん要は。 その高級車とかでもそうだけどそ,のそういうものの価値っていうのはそのみんな知ってるしみんな、まあ、ある程度みんな欲しいと思ってるけどでも高くて買えなかったり、まあ、高いとか、まあ、値段の問題じゃなくてそもそもないから買えないみたいなねそれが結局その希少価値の値段になってるんだけどそれはねちいかわで言ったらグッズなわけじゃんさっきも言ったけどぬいぐるみだったりとかなんかその限定のグッズだったりとかはそうであってもしょうがないし。 まあの転売がね問題になったりするけどしょうがないじゃんそれそれこそさあのハイブランドの商品だって転売されてるんだから一緒だと思うよだけどそのんだろうレストランへの入場とかさまあちいかわランドへの入場とか ちいかわのイベントの入場とかさあんなものにさその希少価値設けられても困るわけよ基本的にでしかもね、まあ、今なんかその転売のこともそうだけど転売だけじゃないんよあのさ俺も前に何度か言ったんだけどちいかわランドとかも外から見たらわかると思うんだけど、まあ、レストランはねそんなことなかったよ俺も見に行ったけどだけどあのランドちいかわランドとかグッズショップみたいなところ見に行ったらわかるんだけどほんまに外人多いからな あのまあね確かに中国人とかさ転売してあるクソ,クソチャイニーズもいるんだろうけどそ,のそうじゃなくてさもうなんか外人がさ結構その日本に来てる人でさもうほんまにちいかは知ってるじゃんだからさ好きで来てるっていうかまあなんか言ったらさもうポケモンと一緒じゃんポケモンなんかもさ <laughs> 別にそのポケモンのこと大して知らないけどただまあ有名じゃんピカチュウとか有名じゃんだからさあポケモンポケモンってなんか ギギャーギャー言っててさ入ってくるだけでチーカーもそうなんよねチーカーはチーカーはって言ってるだけでそんなに興味ないんだってだからあのそういう人間がその何のて言うのもう大量にたかってくるからだからねもうそういうことになるからまあそのねランドとかはしょうがないよそれでもねまあよくないけどまあ,まあしょうがないかなと思うんだけどさあの正直ね あのレストランとかラーメンとかはもう,もうちょっとねなんかあの並んでもいいよ正直さ二郎系のラーメンだって毎日並んでるじゃん正直近所にさ二郎系のラーメンあってさあの友達にね何度か誘われてさ一緒に行こうぜってなってたんだけど毎回なんか休みが合わなかったりとか行ったら定休日だったりとかあのちょっと悲しい現実になってるんだけどそこだってさもうあの夕方にその前通ったらもう毎日並んでるからね。 だから、それと一緒でさ、並ぶのはいいよ。並んで、くそ並んでさ、1時間待ちとかでもいいよ。でも、入れるじゃん、1時間待っても。レストランでも一緒でさ、1時間待たされたって入れるじゃん。で、しかもさ、ラーメンの方もそうだけど、レストランの方もそうだけども、確かにね、ラーメン屋はね、回転率を上げることはできると思うよ。実際ね、パーッと食べて帰れるとか、あ,あと、グッズショップの方に流すみたいなことができる動線作れるから、 まあ、ラーメン屋はなんとかなるけど結構そのレストランはやっぱゆっくりしたいじゃんでせっかくそのちいかわの空間を楽しみたいじゃんみんなねだからそのみんなまったりしちゃうからさそんな回転よく出てくれるわけじゃないからそれはね待ってどうのこうのじゃないと思うよだけどそうは言ったってさあの限,限度があるしまあその例えばね 土日とか祝日とかみたいな日は予約しないと入れませんはしょうがないと思うよ。でもそうじゃない時は普通に入れてほしいじゃん。結局すぐ普通っと行きたいじゃん。要はその土日祝はさ、まあ人多いからね、まあ家族連れとか多いし、まあこういう時は予約しないと無理だよねってなるけど、その平日とかだったら、まあフラット行ったらさ、まあとりあえずさ、フラット駅前のパルコに行ったらさ、で、7階までふわーっと上がったらさ、 いいががお出迎えしててくれれる空間があればいいよねって思うよねっ思外からしか見れないんだからほんまにびっくりするよほんとにねはいまあそんな感じでドルティアでしたバイまあね皆さんもねあの結構ね俺もあの X とか見てると、あのー、2回目のちいかわランド行ってきましたとか3回目行ってきました4回目行ってきましたとか初めて行きましたみたいなさ結構ね、あのー、そんな声が、あのー、ちらほら見かけるよねちいかわレストランで検索するとだから あのー、最近になって初めて行ったみたいな人も結構いるんよほんまにあのー、今言うてさ、えー、もう今5月よでさこのチーカーランドできたのが、えー、と去年の11月とかなの 10, 10月かなぐらい10月か11月ぐらいなんよねだからもうね言うて半年経ってるから 半年経って初めて来ましたってなかなかやばくない正直。まあもちろんね、半年間ずっと入れなかったわけじゃないと思うよ。その、くじ運とかもあるし、タイミングとかもあったと思うんだけど、とはいえね、とはいえきついよね。本当に。はい。まあそんな感じでね。 あのこのねちいかわたちとねもうこのうさぎがなんかスパゲティブワーってやってるしさちいかわはそれ見てキラキラ笑いながら楽しそうにしてるめっちゃ可愛いじゃんこのさ足がさこのちいかわたちみんなそうだけどまあ他の隣のねモブちいかわたちもそうなんだけどあの足が基本まあ手足が短いからさあの椅子座ったらねもうちょこんと足が乗ってんのめっちゃ可愛いよねちいかわだけじゃないけどみんなそうだけどねはいまあそんな感じでドッジャーでしたバーイ